はいどうも、妖怪三国志国取りおず今回もやっていきます。なんか珍しく当たりましたね。おびなにゃんめびなにゃんが来て乙姫だ。あ、結構いいかも。あ、しかも妖怪大遠征が来た。なるほど、妖怪大遠征のちょっとやり方についてはそうですね、マサ妖怪三国志、妖怪三国志マサ妖怪大遠征攻略ってなんか検索してくれれば多分昔のやつがねどっかにあると思うので、はい、それを見てくれればなと思います。乙姫ちょっと期待できるな。いいね。一応軽く見てからすぐさすらいバトル行きましょうか。まあ今回ね、あ、段系か、なるほどね。水で容器上昇か。これリューターの方が良かったんじゃないのどうなんだろうね。水系ですか。ということで、おお、群馬神河社選べる。群馬神、ん、あー、なんかすごい来ましたね。これはまあ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 、スーシちゃんでいいんじゃないですかスーシちゃん両夫、スーシ両夫でいいんじゃないかな。なるほどね。はい、じゃあ行きましょう。ちょっとこれ CM 見なきゃいけないので、あと4回で調整確定だな。ストーリーもあるね、はい。あ、やっぱコンタンとか強キャラ、水着エンラエンラ、また復刻か。まあ、強い妖怪やっぱ復刻してるね。じゃあちょっと国取りのあの遠征、あ、遠征もあれか。こんな感じで、ノルカもいるね。うん、なんで、ノルカも復刻で、両方選べるってパターンだな、きっとな。はい。そんな感じで、前半戦と後半に分かれてる。で、前半は天聖メビナニャンで、なるほどね。天聖メビナニャンの絆が手に入ると。で、ノルカがね、ノルカは3突したいんだよね。そして後半が天聖オビナニャンか。なるほど。大量ゲットチャンス。まあ、これはね、フィーバータイムチケットは最後に使えばいいかなって感じかな。今 40% アップで、もうちょっとね、立ってからやった方がいいかもしれないんですけど、一応ね、まあ1とか2、1はいっか。とりあえず4やっちゃいましょうかね。はい。ミッションとか特にないのかな？特殊ボーナスが、乙姫、コンタン、これね、スターを獲得して、なんかスーパーバトルみたいな方に行ってやるって感じですね。で、ドロップ数によって必要なスター数が変わってくるっていう、そんなルールですね。なんで、まあこの辺は細かいとこ見てください。で、結構ね、到達が難しいんだよね、いつもさすらいはね。なんで、一つ選べるさすらいひな祭り箱とか、そういうのがあって、いい感じですね。ランキングあんまり意味ないんだよな。ランキング報酬なかったっけね。じゃあ行きましょう。じゃあ4だけやっちゃって。3倍とかもあるけどね。とりあえず適当にやっちゃいますね。コンタンがいきなりもう入ってんな。コンタンが、そっか、前回もコンタンだったのかな。水着エンラもね、この前、あれ、水着エンラの時誰と一緒に復刻だったっけな。なんか、防衛に水着エンラいるだけで、なんか、混乱だっけ。あ、結構強いじゃん、こいつ。やられそうだ。そう、やっぱちょっと出直してきた方がいいかも。あー、適当にやってたら、なんか、意外に強かった。あー、あー、あー、ひどいな、これ。普通にやられちゃったよ。適当にやっちゃいかんね。メビナニャン強いね。超混乱、超睡眠効かない。で、水ゲンラたちダメージ増加とかあるんだな。はい。
このメンバーで勝てないんだから大したもんだね。ぶつかりがないからこれをぶつかりで倒しましょう。ドン。陽線じゃなくてもいいな。こういう時困った時の上杉謙信とか使っちゃおうかな。ちょっと特攻はいいや。まだ強くしてねえんだよな水着劉備なので、まあこの辺こうして、でウエスイ謙信はあれか、クリポか。つくよみぶつかりゲーンあるっけ？ないね。つくよみぶつかりで倒しちゃおう。で、あとは、くくりはぶつかりは？はあるね。で、くくりが、まあ、超過去聞いちゃうけど、まあいいか。闇も使っちゃうか、ずるいけど。で、天聖吹雪姫もぶつかりがないから、これもぶつかり倒しちゃおうって感じかな。じゃあ、これで、上杉謙信よりも、螺旋とか使っちゃうかな。螺旋ぶつかり強いよね。たたり、技封印。闇閻魔使っちゃおう。これで、あとぶつかりで不思議ヨロロンぶつかり誰にしようかな。まあいっか、これで。で、こうしてこれでいこう。で、最初どうすかな、超召喚にしてみる。これでぶつかりで3体倒して、超過護効いてるな。闇閻魔の必殺で、あっ封印された。チェだぜだな。あ、倒されちゃった。闇閻魔で打ち倒したかったけど、まあいいか。倒せた。はい、まあぶつかりでね、ちゃんと倒せばとってことない相手だと思うんで、あとはちょっとうまくね、特攻とかも使って倒しましょうね。超さすらいバトルはとりあえずいいや。またこのね、だから最初なんか4倍とか3倍とかやった方がいいのか。倍率これでもう倒せたから、なるべくね10倍とか使って周回した方が本当はお得ですね。なんでなるべく10倍使って、さすらいエキスがまだあるんだな。一応ねブーストがあるから、あと前回の順位か、そっか、スコアタ36位か。なるほどね。よいしょ。ミッションがあるんで、さすらいバトルで勝利で、超さすらいバトルで絆ゲットか。で、30回勝利でね、転生ベビナにゲットできるし、まあ、このね、さすらい絆箱でね、いい感じですね。まあちょっともう一回だけやっちゃうか。10倍。これでね、一気に倒しちゃうといいと思います。ぶつかりでちゃんと3体倒して、まああとはね、超過護やってくるけど、これバリア張ってきたからかっこいいんだな。またやられちったよ。ひでえな、かっこいい打ちてえな。あ、この10倍の時に負けたら最悪だ。あー、どうしよう。まあ、ちょっとまた頑張りますね。ああ、10倍の時に分けるの最悪だね。
あー最悪だ。はい、これ失敗しないようにちょっとわかった。ちょっと5倍でいいや。5倍だとね満タンなんないんだよね。なので今度はちゃんとやるよ。これぶつかり倒して、本当はここで空打ち消ししたいな。ここでバリアが入るけど、ここで封印されるんだけど、こっちは平気だったか。なんかエンマがいつもやられちゃうな。何なんだろう。はい、という感じで、でこれでたまにねすごい6倍ぐらいになるので、これで超さすらいバトル行って絆ゲットするみたいな、なんかそんな感じだろうね。はい、じゃあちょっとこんな感じしよう。一応なんだっけ、妖怪大遠征も始まってるみたいなんで、これねみんなうまいことやってください。やり方についてはあの昔のやり方が検索してやってください。18時だからまだだね。はい、かなりいいので、軒並みね経験値玉はいらないし、寿司すき焼きはいらないけど、それ以外はゲットしたいなっていう感じですね。スタミナもいいね。はい、まあ宝珠なし攻略みたいのがもう昔ワンサカ作ったんで、それね参考にしていただければと思います。ちょっと準備がね大変なんで初日は諦めかな。はいはい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。まあね、宝箱のねポイントはレベルを上げて遠征レベル5にして、これですね、遠征レベル5にして、あでも 4% になってんな。あそう、遠征レベル1だとダメなんだよな。遠征レベル5にするとあのドロップ率がねすごい上がるので、これですね、ポイントはここですね。遠征レベル5にして獲得勲武功をね2750以上稼ぐとプラチナがね 70% になるので、左下ね、なんでこれがポイントになってきます。なんでそれはうまいことやってください。じゃあさすらいバトルね頑張りましょう。一応なんだっけ、今メビナニャンにしたけど、ボスを切り替えてねノルカにもできるので、はい、なんかうまいことねやってくれればと思ってます。であとはそんなもんかな。さすらいバトルは再生リストがあるのでね、あのもしねよく分かんなかったら再生リストとか見てください。ドロップアップね、国取り始まってからねやった方がいいんだね、いいからね。うん、なんで転生メビナニャン、絆はまあね30回なんとかバトルやればいけるので、まあ星音ね、さっき言ったけどぶつかりでうまいこと倒して見てください。あんまり特攻がな、意味ないくもないけど、なんかあんまりなんだよな特攻がな。なんでなるほど、乙姫ね。この乙姫だったら私あれだな、竜太の方が好きだったな。はい、じゃあ今回こんな感じしましょう。一応ビナニャン、メビナニャンは水か、力アップ 20% 30% じゃないんだな、バフとして 30% が優秀なので、まあちょっとね 30% が良かったかなっていうところだけど、限界突破で変わったりするのかな。うん、まあまあまあっていう感じかな。で転生オビナニャンは元祖ね、土で元祖打ち消しなんだよね。でも打ち消しじゃないんだ必殺技、珍しいな。はい、まあこの辺もね後々なんか両方とも、あでも不思議 80% があるか、四天童子があるけど、こういうねとんがった能力はありがたいので、晴れの時能力1000アップもいいね。はい、でメビナニャンたちはこの辺でねゲットできるので、バトルとねミッション、デイリーミッションね40あれと、あとね30回やれば1体ゲットできるので、はい、全然ね簡単にゲットできるので頑張ってゲットしましょう。
はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、乙姫か、乙姫だったら龍太かな、私的にはね。とんがった能力があればそれでも OK だけどね。あ、うすらかけ60がある、いいや、これでいいや。龍太のでも110の方がすごい優秀だな。まあ種族は違うけどね。はい、すいません、またお会いしましょう。さよなら。19分になっちゃったな。妖怪大遠征ね、ありがたいね。